神武鉄道重国鉄3 0 2 0系蒸気機関車は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道院、鉄道省に在籍したタンク式蒸気機関車である。元は、神武鉄道が1897年10月に、アメリカ合衆国のブルックスロコモティブワークスで三両を、製造、輸入した、車軸配置2から6から2で日記投端式の、飽和式機関車である。 輸入の扱いはアメリカントレーディングであった。神戸鉄道での形式は計算型番号は10から12であった。1906年、神戸鉄道は国有化されたが、しばらくは神戸鉄道時代の形式番号で使用された。その後、1909年には鉄道員の車両称号規定が制定され、本形式は3020型に改められた。ボイラーは、 ストレートトップ式で、第二感動上に、蒸気ドームが、第一感動と過失上に、それぞれ一個ずつ砂箱が設置されている。安全弁は、蒸気ドームと、後部砂箱の間の過失上に設置されている。前端張りから、後端張りまで一直線に通された歩み板が、特徴的で、その上部に、シリンダ弁室と剥き出しの第一動輪が顔を、覗かせており、 溝型港を使用した橋張りなどに、ブルックス製機関車の特徴を保持するが、側水槽や運転室周りには、ブルックス製の特徴である、曲線的なデザインは用いられておらず、角ばった印象である。国有化後は、足尾線で使用され、1923年末に全車が廃車となった。そのうち3022が、西武鉄道に払い下げられ、同車の6として、 貨物列車経営用に使用されたが、晩年は川越に長らく放置され、1938年9月に廃車解体された。本形式は手頃な大きさと性能で国産化の対象となり、汽車製造や日立製作所で土景機が製造された。国有鉄道席を得たものでは、3070型や2930型が挙げられる。ありがとうございます。